チャールズ・スキャックスはアメリカ合衆国のプロレスラー。コロラド州デンバー出身のアフリカ系アメリカ人。ニコールド・スコーピオ、スコーピオのリングネームで知られる。ロサンゼルス・ラムズ所属の NFL プレイヤーから先輩で同居であるベーダーを慕ってモンスター・ファクトリーに入り、1987年にプロレスラーデビューを果たした。1991年4月に新日本プロレスに、 プロレス留学生として参加するため初来日。フライングスコーピオンの名で、ジュニアヘビー級の選手として、軽快な動きを見せ頭角を表す。1993年に WCW と契約を交わして入団し、スコーピオンのリングネームで、マーカス・アレキサンダー・バグウェルとタッグを組んで、WCW 世界タッグ王座を獲得。1994年、イカップリング・ウィズへ移籍。 現在でも使われているニコールドスコーピオのリングネームでサンドマンとタッグを組みイカップリングウィズ世界タッグ王座を一度シングルではイカップリングウィズ TV 王座を4度獲得するなど名実ともに知名度を広める活躍を見せた1996年には東京プロレスにブラックをズまなるリングネームの覆面レスラーとして参加サブーやアブドーラザブッチャーなどと首都を演じた 同年11月、WWF と契約し入団。ファンクダンサーギミックで、フラッシュファンクのリングネームで、フライガールズなるダンサーたちを率いて活動するが、1997年に、ギミックとリングネームをスコーピオンに戻して、WCW で共闘したロンシモンズや、イカップリングウィズで構想した、テリー・ファンクなど、縁のあるレスラーたちとタッグを組んだ。 1998年には、イカップリングウィズメンバーだった、アルスノーや、ブルーミーニーとジョブスクワットなるユニットを結成し、また格闘技トーナメントである、ブロールフォーオールに出場。1回戦では8ボールを相手に判定で勝利するが、準々決勝ではゴッドファーザーに判定で敗れた。以降、これといった活躍ができず1999年に、個人的な事情で WWF から退団した。 1999年8月に全日本プロレスへ、スコーピオのリングネームで参戦し活躍した。2000年夏の全日本分裂時は、同団体に一時的に残留したものの、その後は仲の良いベーダーに従い、2000年10月からノアマットを主戦場とするようになった。ノアのタッグタイトル初代王者、初参戦のタグと帰り咲くなど異業を達する。また、同団体では、 外国人チームケイオスを結成し、ベーダー参戦時は、サブリーダーとして、ベーダー離脱後は、リーダー格として奮闘した。三沢光春とも共闘していた時期もあり、入場時のダンスや、その他のパフォーマンス、ファンサービスのきめ細かさで、老若男女問わず幅広い世代から支持を得、同団体の人気レスラー、看板外国人選手となった。2006年には、 WWE と3年契約を結び復帰。日本の主戦場であるノアには10月の参戦が最後となった。そのため、ノアでは大阪など各地で業務提携しているヒューマンアカデミーでスコーピオ、英会話教室などのイベントを行った。同団体参戦と並行してアメリカではロー、イギリスでは FWA などへ出場。 WWE では一度もテレビショーに出ることなく2007年5月に解雇された。WWE 解雇後は、インディ団体を中心として2007年に、ブッカー T が主催し、テキサス州を拠点とする団体である、ポイにトレーナー兼任で参戦。2010年には、TN のイカップリングウィズ・リユニオン賞 PPV である、ハードコア・ジャスティス2 0 1 2に参戦し、 C.W. アンダーソンと対戦して勝利。2012年9月、力の PPV である、キング・オブ・トリオに、リカップ・リング・ウィズで共に活動した、ジェリーリン、トミードリーマーとエクストリーム・トリオなるチームを組んで、出場した、チャールズ・スキャックスが使用したことがある、リングネーム。他、インディー団体を中心に、多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。